放置が30分ほど続いたためプレイ時間が約1時間となっております。では早速ね、ストレージの方行きたいと思います。そうだね、どっから行こうかな。魔風平原、書の大森林、死神の処刑島、魔界のアリア、ヒラ、溶岩星の忍び砦、モーブ大要塞。じゃあ魔風平原から手堅くねやっていきたいと。いくっすよ、チャチャラン。しかしね、ディスガイアシリーズはね BGM がいいですね。BGM が好きでゲームやっているところもあるっちゃあるので、まあとりあえずまあサクサクとね進めたらいいんですが、所詮最初のステージなんてそういうのに見ることはないだろうと。じゃあとりあえずまずはクリアを目標にね。いや当然のようにクリア目標なんですよ。かわいいな。てかさすがにドット頑張ってますね。あ、すげえついてくるこいつあいつはあのデーモン、本当にレッドアリーマーみたいな。待って待って、もう残機の設定が存在してるから、そこを切り抜いたら危ない。おら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 、ちょっとね脂肪には気をつけながら先へ進んでいきたい。先に中断ポイント、これあのパート2を取った後にちょっとだけネットで調べたんですよ、情報を。主に魔力の弾の存在場所についてしないと。なかなか厳しいらしいですね、このゲーム。まあそんなことは最初から分かってたんですけど、どうやらあ、いた。どうやらこの残機線が普通に機能するという噂をね、シャレじゃなく残機戦の話を聞きました。よし、これでなんだっけ、ラッキードールできた。なんかラッキードール、わーお、おいっす。部長さんに言われたんですよ、各ステージに3匹ぐらいみたいですね。ガンダーラ、ガンダーラしな。これあかんやつ。じわ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 、なかなかやらしいな、配置がなかなかどうしてやらしいな。しょまあ残念だな、突破できるところは突破できるって分かったんですが、突破できる。オッケー。おお、ああびっくりした、死んだかと思った。下にマップ、足場があったわ。これ今魔界、ま、残り間時間10ぐらいだったと思うんですけど、この残り間時間が減ってくると難易度が上がるみたいですね。なので難しいステージを後半に残してしまうと、
ぱい玉。あーもう壊れた。早い。何だったのさっき。お、スイーツ。誰だよね、人。スイーツ貸してきてきたの。だけどね、クイニーたちが大変な目にかかってしまうという。よし、ボスまで来た。収集要素がなく突破だけでいいのなら割と楽に。収集要素はあるんですよ、このゲーム。いろいろ、まああまり見るつもりはないんですが。今朝も一段と美味しそうずら。いただくぞい。お食事中すまないっすが、その食材を少し分けてほしいっす。うむ、さては俺の食事を狙ってるずら。やっぱり遠慮しとくっす。危険っす。撤退あるのみっす。そうだ、撤退しとけ。おでのご飯を邪魔するやつはすりつぶしてふりかけにしてやるんだ。よいしょ。さあボス、グルメオーガ。おら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 。ほほー、復活攻撃。変だ。さあこの方向を避けてからの攻撃。あ、ほらほらほら。危ねえ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 。離れて。しかしこれ連打、連打がまんまダメージにつながるってつらいな。普通に疲れるっていうね、こっちが。おらおらおら、よっしゃ。意外と楽だった。グルメオーガ。あ、でも最初の面だしな。チュートリアル覗けば一面だから。クリアランク A。 はい、ね、PSP とつなげてある D 端子、映像出力用の端子との接続具合のも問題もあるので、どうして辛いんじゃない。プリニーはグルメオーガの朝食、太古の肉を奪った。これで究極のスイーツの材料が一つ集まったっす。はあ、それは今噂のスイーツずらか。プリニーなんかに作れるんかいの。俺たちも非常に疑問に感じているっす。プリニーにはなりたくない。お、究極のスイーツ作成期限まで残り9間近。うん、これあれ、さっきと足場の位置が違う。で、このなかなか難しい配置になってんな。これもなんか見たんですよ。さ、全パートで手に入れた破れたラブレター。これどうやら日本一ソフトウェアの名物キャラクターアサギの、アサギに関わるものらしいんですね。私このゲーム本当にほとんど初見で、情報等も特に仕入れてないのでよくわかんないんですが、でもなんか情報にはあった気がするな。アサギ編がある。なんかアサギがステージのボスとして出てくるステージがあるみたいな、そういう話を聞いた気がする。よし、時間まだあると思うので次のステージに行こうかな。いやー、どこ行こうかな。あー、難易度上がってる。さっきここ1だったの。あー、そういうことか。じゃあ難易度の高いところから選んでいった方が最終的には難易度低くに引けると。じゃあ、ね、次、じゃあこの溶岩星の忍び砦でお会いいたしましょう。それではありがとうございました。